さあやってまいりましょう。手持ちのつもすべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはナイトメアビフォークリスマスよりジャックやってまいりましょう。このジャックのねつもね、どうなんでしょう、意外とやってみたらすごくいい。なんかドナルドと違ってタップしたら周辺のその同じ続きのツムも一緒に消してくれるということなんですが、ちょっと使ったことがある記憶だと確か貯めるのにめちゃめちゃツム数がいるんじゃなかったっけ。なんかそんな気がしますね。意外と溜まってない気がする。ということは一生懸命素早く貯めてまいりましょう。でもタップしたら全部消えるって最強のツムじゃねって思うんですけどね、やり方によっては。まあただこれも初期の頃のツムだからあんまりあれなのかな。確かに繋がってなかったらね。ほら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 、すごいすごいすごい、すげえすげえ。あーなるほどね、これは確かに使い方によっては一気に消せそうな気はする。でもやっぱりあれだね、まとめて消すわけじゃないからそんなに数多くパッて消えるわけじゃなかったですね。まあ今見てるとなんか3個ずつとかっていうパターンが多かったですもんね。ほい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 、ちゃん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 、地味にジングルベルの音楽が流れてるか。よいしょ。ナイトメアビフォークリスマスってなんか見た目そのなんだろうね、ディズニーっぽくないですよね。まあでも確かにリメンバーミーとかああいうの見てると、まあちょっとそのディズニーからねかけ離れた雰囲気のあるのもまあちょっとありなのかなと思うんですけど、まあこれ使い方次第かもしれないですね。例えば4つ目にしてる時なんかっていうのは結構役に立つかもしれないですね。まあ、今回ちょっとリセツームなんで難しいところだったんですけど、はい。ということで、あ、6回皮膚やってなかった。忘れてた。はい。ということで、ワンタッチで全てのツムを消してくれる、そんなスキルでございました。ではまた。